ハリウッドでございます。ですね、今回はですね、男性150人、女性150人という大規模イベントの婚活パーティーに行ってまいりました。今日はですね、その撮ってる日自体は、日曜日にあったんで、今日木曜日なんで、だから3日ぐらい過ぎてるっていうところになるんですけれども、まあ、どういったタイムスケジュール組まれて、どういった流れて、で自分がどうなったかと、で感想といろいろと話してみたいなと思います。正直ですね、この150対150、まあ、かなり大規模イベントにはなると思うんですけれども、参加したこと自体はもう4回目ぐらいですかね。4回目だと思います。そんな中で、まあですけど、正直回数を重ねていけば、なんかその対応していくっていう、まあちょっと慣れてくるのかなとは思いますね。初めて行った時なんてですね、150人人がいて、はいフリータイムですっていう風にされても、どうすればいいんだろうって思って戸惑って終わりなんですよ、基本的には。まあそんな中でですね、まあどう動いていったかっていうのをですね、かいつまんで話していきたいかなと思います。それでは、よろしくお願いします。ちょっと画面の方を操作しますので、ですね、まあタイムスケジュール的なのを作ってるんで、こんな感じですね。最初は17時にスタートして、で17時10分に、全員と乾杯、まあ、30分かけてですね、で17時40分からまあフリータイムですよっていうところですね。気になった人の番号メモしてね。これ僕が後付けで書いたとかじゃなくて、本当にこれいただくタイムスケジュールこう書いてるんですよ。で実際16時に受付なんですよ。で16時に受付なんですけれども、スタートするのにはまあ17時スタートっていう、これですね、お酒があるタイプの婚活です。で1人5000円からで、男性女性どっちも5000円スタイルですね。結構珍しいというか、男性と女性が同等の金額、まあ、ないんでですね。それでまあ17時スタートで、今回僕が、友達と4人で行ったんですね。4人で、そうですね、4人で行って、一緒に行こうって誘って、で僕の目論みというか考えとしては、ちょっと早めに行こうと。16時から受付なんで、16時過ぎぐらいには着いて、それで17時にスタートするまでに時間があるんで、そこのところでもスタートする前にもうちょっと喋って、ちょっとスタートダッシュ決めて仲良くなっとこうかなって考えがちょっとあったんですね。なのでちょっと早めに行こうっていうところだったんですけど、結局16時半ぐらいですかね、で受付して、でさ、スタート前の16時30分ぐらいには会場入りをして、であと30分フリータイムというか、まあ、あとはもうお酒も出てきますし、まあ、先に始めちゃっていいですよって感じで、近くのテーブルの女性と喋ったりとか、それもできるんですけど、まあ、今回だけではないと思うんですけど、そのスタートする前に喋って仲良くなるっていうパターンがまず考えられると思うんですけど、やっぱりなんかこう女性としては始まる前にこうちょっと喋るって一気に仲良くなるっていうのはちょっとあんまりそう得意ではないのかなというか、得意ではないというか、そんなにこう積極的に交代してくれるイメージではなかったかなって感じですかね。正直な話、その30分でスタート前の時間で有効に使うんだったら、近くのその可愛い子だったりとか、まあ、お話しして楽しそうな人とかと喋って30分探すよりは、結局こう、まあ、ちょっと1個飛びますけど、17時40分のフリータイムの時に、あ、この人と喋りたいなっていう、こうキョロキョロして探しとくみたいな人っていうのもありかなとは思いましたね。
なので、まあ、今回、そうですね、最初のテーブルで男性6人、女性6人という1つの円卓でですね、12人くらい、まあ、立食なんですけど、それで、まあ、スタートして、その時にお近くのテーブルで女性もいたんですけど、そんなにですね、やっぱ喋りかけても、まあ、緊張してるってのはあるとは思うんですけど、ちょっと向こうも積極的に話してくれなかったかなってイメージでしたね。ということで、それで17時にスタートですね。で、それで、全員が150人もいますから、ここでいきなりスタートってなっちゃうと、結局、一度も顔を合わせずに、終わっちゃう。終わっちゃうって変ですね。一度も顔を合わせずに、スタートってなるとちょっとおかしなことになるからってことで、この17時10分に全員と乾杯っていうのがあるんですよね。全員と。150人と乾杯するんですよ。で、乾杯を一人一人トン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 ってしていって、で、女性がその場で立ってて、男性が動いていくっていう感じなんですけど、で、まあそうですね、一応プロフィールカードを首から下げて、一応名前と職業と、趣味と PR、 あとは、番号ですね、その1番から150番まで男女ともに振られてるんで、まあ最終的なところで何番の人が気になってますよっていうふうなのを書いて、運営さんに提出してカップル成立しましたっていうスタイルになるんで、で、この全員と乾杯ってとこで、30分かけて150人と乾杯するんですけど、結局、乾杯って言って、また次、次、次って感じなんで、まあ、ちょっとだけ喋れる時間がありますかね。前の人が詰まったりとか、ちょっと、まあ、立ち止まってくださいっていうのであって、まあ、運営さんとしては、例えば20人ぐらい一気に乾杯して1回区切って、その中で22の中で気に入った人がいたら、その番号をメモ帳を持ってて控えててくださいっていうことなんですよね。で、そうですね、その時に、その立ち止まってる時に、まあ手前のこと喋るっていうのは結構多かったかな。やっぱ見た時に、まあ可愛い子がいたら可愛いですねって言ったりとか、あとは趣味で、なんか気になる趣味があったら趣味、ああそうなんですね、あとでまた喋りたいですねぐらいな感じで言ってもいいんじゃないかなってところですよね。ですけど、まあそれで全員と乾杯した後で、まあそれでもうフリータ、完全フリータイムです。もう150人がこう入り乱れたフリータイムになるんで、その式場が結構大きい結婚式場ですよね。300人くらい入る結構大きい式場で、バイキング形式で料理もお酒も出てきて、自由にしてくださいってやつなんです。いきなり入り乱れてスタートって感じになるんで、ですけど、3回目かな？ 3 回目の、この150対150のやつに行った時にですね、この全員と乾杯っていうのがあったんですよ。まあ全員と乾、まあ似たような感じですね。全員と乾杯っていうとこの、すぐ後に、1回気になる人を変えて運営さんに提出してください。それからフリータイムですっていう流れあったんですよ。それで、何組ですかね？ 12、3組は、もうすでに両思いになってたっていうのがあったんですよ。ちょっと顔を合わせて乾杯しただけで、お互い、ちょっと気になってますっていうのが、こう、組み合わせがガッツリガッチリガッチしてるですね。っていうのがもうすでに十何組できてて、その一瞬でパッて見た時で、あ、好み。で、男性の好みとか、いろんな声のかけ方とかもしてるんでしょうけど、いやー、もうそこですでに、スタートしてるかと。ですね。だから女性もですね、いろんな女性とその乾杯した時にちょっと聞いたんですけど、やっぱみんな結構、下をうつむいて、恥ずかしいとは思うんですけど、下を向いて、あ、乾杯お願いしますっていう人が多かったと思うんで、せっかくなんで、相手の顔をちゃんと見て、乾杯っていう風にした方が、まあ印象がいいのかなと感じですかね。一
一応自分は乾杯するときは全員相手の目を見ながら乾杯するような感じでは意識してましたね。よろしくお願いしますって感じですかね。乾杯して、でそこから、フリータイム17時40分から、スタートっていうところになって、まあ、ですけど、まあ、実際その時間が17時ってお酒も出てて、で食事が結構やっぱホテル、大きいホテルだったんで結構豪華だったと思うんですよ。なのでまあ基本的にはいフリータイムですよって言った時に、まずみんな食事を取りに行くんですよ。で食事を取りに行って、でまあそれで食事をテーブルに持ってきて、まあ立食なんで椅子がないんで立食で、まあ食べながら飲みながら時間、まあ大体多分 2時間ですかね。19時半が最終記入投票なんでっていう風になっていくんですけれども、まあ食事場にすごい殺到するんですよね、人が殺到して、そこで一緒になんかこう仲良くなれるパターンもあるし、まあ最初混むからちょっと待っといて、でそれでとついてきた時に取る、取り行動を動かすとかいろんなパターンがあったんですけど、僕らっていう意識でいいですね、4人なんで。僕らはその最初行っても人が多いからちょっと人がすくまでちょっと待っとこうか、それか、もう早く取ってきた組の女性たちがいたら、あどんなあるんですかって声かけたりとか、なんかそんな感じをして話を進めていったりとかしてたと思うんですけど、ですけど結局スタート、はいスタートですってなった時にもう4人で固まってたんですけども、別行動しようって言ったんですよ。一人一人でもう行動しましょう、最初だけ4人か2人で行動してたんですけど、まあ、結局好みとかも違ったりとか、喋りかけたい人とかがバラバラだと思うんで、なのでまあ別々で行動してた。まあ正直なところ4人で固まって動くよりは一人一人で行動した方が僕はいいかなとは思ってますね。まあ理由としては、理由としては結構その人気女性というか、その、まあ可愛い、まあ一緒ですね。人気女性、行きましょう。人気女性は結構一人でいることが多いんですよ。何人かで来てても、2人3人とかでもいいんですけど、結構一人でいることが多い気がします。結局一人にさせられてるっていう風になるのか、まあちょっとこれ女性からしたら悲しい話もうちょっと出てくるかも、不快な思いされる方もいらっしゃるかもしれないですけど、可愛い2人組のうちで2人とも可愛かったらもちろんいいんですけど、可愛い2人とも人気ある女性だったらパターンもあると思うんですけど、どちらか一人だけ、二人組中、まあ三人組でも四人組でもいいんですけど、その中でその人気のある人が一人だけとかってパターンになると、二人組の場合だと、その人気のある女性にばっかりやっぱ声かけが来るんですよ。で、それで、その女性からしたら、いや、もうちょっと私ちょっとトイレ行ってくるで、とかご飯取ってくる、あ、いやいや、喋ってて、私ちょっと取ってくるからって言って、で気づいたら男、その一人の可愛い人気ある女性に、まあ、もう 2,3 人男性が来てて私が帰る場所ないっていう形になることが多いんで、でその一人の結構人気のある女性と仲良くなりたいな、人気のある女性ってのは結構一人でいることが多くて、まあ例外はもちろんあるんですけど、その場合だと二人組で声かけるよりは一人でお話しましょうって言った方が、まあ、入ってきやすいかなってところですね。それかまあ二人で組んでその人気女性を囲むっていう手もありますけど、その後友達とライバルになっちゃうんで、またまた別々行動して、っていうかその方がいいのかなと。あとですね、その別々行動することで、例えば一人が人気の女性と喋ってる時に、もう一人が、
まあ、暇だとどうしようかなって時に、ちょっとそこに入って、その子とも仲良くなれて、で、もしよかったら今度、ね、何人かで飲み行くとか、そういう風に誘ったりするやり方もあると思うんで、なので、極力、一人で単独行動できる男性は単独行動した方がいいことが多いかなっていう印象がありますね。あとは、そうですね、このフリータイムになった時に、まあ、全員と乾杯してて、全員と一応顔を合わせてるんですけれども、ほとんど初対面状態ですよね。で、この時のフリータイムの時の行動ってのが、まあ、どういうパターンがあるかっていうのは考えられると思うんですけど、まあ、そうですね、自分から喋れるか、自分から喋りかけれるか、自分から喋りかけれないかっていうふうに、まず2つに分かれますよね。それ男性、女性、どちらもだと思いますけど。で、次に、まあ、見た目がいい。見た目が良くて喋りかけれます。見た目がそんなに良くなくてないけど喋りかけれます。で、あとは、話とかが面白い、まあ、内面、まあ、一緒ですね。あんま見た目がそんなにですけど、喋りかけれます、喋りかけれませんっていうのがあるんで、まあ、確実に、得するというか、この会、この、婚活パーティー150対150の中において、喋りかけれる人の方が断然有利だと思います。なんでかっていうと、その女性から喋りかけてくる女性っていうのももちろんいます。で、その喋りかける、選ばれし者っていうのは、もう確実にその150人いたらもうほんと1割ぐらいだと思います、きっと。女性の中で自分から喋りかけれますよって人がまあ2、3割いたとして、その中で喋りかけてもらえる男性ってのは1割ぐらいだと思うんですよ。だから2、3割の女性がその人に喋りかけたりとか、お話いいですかって言われたりすることはあると思いますけど、結局喋りかけてもらえる男性は変わらないと思うんですよ。2、3割いる女性だから2、3割ぐらい声かけてもらえるかなっていうわけではなくて、やっぱ人気のある人、見た目がいい人とかにしか多分女性は喋りかけない。それ逆も言えますよね。男性の方が基本的に、まあ、半分以上は男性の方から声をかける、女性の方は声をかけてもらうっていうことになるんで、で、自分から声をかけることができる男性っていうのが、その5割、6割。どうですかね、この間の印象でいくと、自分から積極的に声かけれる男性も、150人中、4割から5割ぐらいだと思います。ですけど、声かけてもらえる女性ってのが、結局、半分ぐらいの男性が、75人ぐらいの男性が、女性に喋りかけれますってなると、喋りかけますって言っても、結局喋りかける女性って結局重複してしまうんで、だから喋りかけてもらえる女性は、150人中、だから30とか40とかだと思います。なので残りの110人っていうのは、自分から喋りかけない限り、男性からあまり喋りかけてもらえない。110は言い過ぎですね。っていう、自分から喋りかけないと誰からも喋りかけてもらえないで、隅っこか、で、お酒飲むか、飯を食べて帰るっていう風になりがちなんですよね。で、男性からしたら喋りかけやすい女性っていうのがいると思うんですよ。女性に対して、この人喋りかけやすいな、喋りたい人と喋りかけやすい人、あとタイミングもいろいろあるんで、なかなかですね、喋りかけるタイミングを伺って、うまいタイミング、ベストタイミングで喋りかけるっていうのが一番いいんですけど、そうですね。なのでですね、さっきちょっとちらっと話しましたけど、女性もですね、2人組でいると、どうしても多分、女性2人で盛り上がっちゃったりすると思うんですよ。そうなると、男性からしたら、ちょっと喋りかけづらい、その2人の空気の中に入りづらいなってのが若干あるんですよね。それが、ものすごく人気のある女性だったら、2人とも、
一応二人で盛り上がってるじゃないですか。え、どんな話してたんですかっていう風に入ってきてもらえたりすることがあるんですけど、その、まあ、俗に言う人気じゃない女性ですかね。だと、さらにその二人で盛り上がっちゃってると、男性からしたら、いや、ちょっと他の人を探してみようっていう風になるんで、できたらですね、二人でもし行動するんだったら、あんまりですね、二人で盛り上がったりとか、もうくっついて離れないとか、そういう行動は取らない方が、男性から喋りかけてもらいやすくなると思いますね。あと、なるべく周りを見て、その異性の人と目を合わせる意識をする。まあ、結構、ま、顔を上げて周り見てたら、まあ、目が合うことあると思うんで、で、そこで、ちょっと気になってもらえたりすると、男性の方から喋りかけてもらえたりすると思うんで、そうですね、友達と、喋ったりしない、ちょっと周りを見て、まあ、目が合った、結構目が合うと思うんで、目が合ったらもうすぐ目を外してもいいですよ。ちょっと会釈するぐらい。で、したらもしかしたらそこから、その展開で声かけてもらえるチャンスってのはあるかなと。あと男性からしても、一回目があって、あ、この人可愛いな、喋りたいなって思って会釈してもらったりとか、方がこっちからしてもいいですけど、したらちょっと、はい、話が入りやすいきっかけになりますよね。いきなり声かける。声かける難しいですからね。本当に。ただ声かける人の方がかなり得するという事実は変わらないかなって感じですかね。で、で、フリータイムの次なんですけど、これですね。今回の、イベントで、すみません、17時40分にスタートで、その30分後に、1回目のお出会いランドってのと、第2回目の、お出会いランドスタートってのがあって、で、このお出会いランドってのは何かっていうと、15名の方が、男女ですね、男女15名、だから30名ですよね、が、縦一列に並んでる椅子に、多分1人1分とかかな？3分。3分だと40、ああ、多分1分か2分だと思います。1分か2分間で、対面の男女が喋って、それを変わっていくっていうのが、一応15人と、まあ、ちょっと喋れますよ。だから自分から喋りかけれない人は、ここに行って、話して仲良くなれるチャンスがありますよっていうところなんで、なので、まあ、これが、30人、男女15人なんで、それが2回あるんで、だから、60名ですよね。だから240人、あ、すみません、300人中、60人は、まあ、こちらに行けば、まあ、自分から喋りかけたりとかできなくていい方は、一応こっち行けば、まあ、15名の男性とは喋れますよ、っていう形になるんで、まあ、それが終わった後に、また、あ、喋りたかったんですよ、ちょっとお話しましょうっていう風になるかなと思うんですけど、これちょっとですね、僕、4回行って、まあ、4回ともこのお出会いランドってのがあるんですけど、1回も行ったことないんですよ、このお出会いランドに。まあ、理由は何個かあるんですけど、まず僕は結構、その好みじゃない人、喋りたいなって人には喋る、お話いいですかっていう風に喋れるんで、まあ、こっちに別に行かなくてもいいかなってのが一つ。あと、まあ、ここに行くと必ずしも好みの女性がいるとは限らないってのもあるんですよ。変な話。で、まあ、なんでかっていうとですね、人気のある女性ってのは多分ここに行かない思います。多分、まあ、いけない性格に言うと、友達が、いや、多分やっぱいけないと思うんですよ、ここには。二人組で来てて、行こうって、まあ、行くこともあるとは思うんですけど、これ、先着順なんで、整理券で。もう、フリータイムがスタートした時点で、人気のある女性っていうのはもうすぐ男性に囲まれたり、喋りかけたりされるんで、まあ、お友達が、が行くから私も連れて行かないといけない、
行けないっていうパターンじゃなければ、基本的にはそのお出会いランドは自分から喋りかけれないんで、その全員としゃべ15人と喋れますよっていうところに、人気女性っていうのはなかなかですね参加できないんですよ、現状としては。なので僕としてはここに行くよりも、そのここに行ってなくて残ってる女性、まあもちろん2回目に参加するって方もいるんですけど、残ってる女性に声をかけて喋った方がいいのかなっていうところですかね、僕はですよ。でこっちの方に1回も行ったことないんで、これのが良かったかどうかってのは分からないんですけど、まあ、多分この15人の中でまたこの人が人気だなってのは絶対出ると思うんです。アイドル方式ですよ、あのテラスハウス方式ですよ。その枠の中300、150人の中で、まあ、一番可愛い子でできるわけですよね。今度はこのお出会いランドの1回目で一番可愛い子ってのができますよね。でお出会いランドの2回目で一番可愛い子ってできますよね。でその枠の15人の枠の中で可愛い子ってのはもう絶対すぐ重複するんで、結局顔は合わせたけど好みの人はもう終わった瞬間に喋れる人に取られちゃったっていう風になるんで、だからですね、お出会いランドだと、まあ、よっぽどお互いがあの趣味があったりとか興味があったりとかしたらうまくいくかもしれないかなってところですかね。なのでなかなか僕はこっち行かなくて、普通にいろんな人と喋った方がいいかなと。喋るときはやっぱり趣味が合う方がいいのかなって感じですかね。あとはもうお酒飲んでる方にお酒の話したりとかで、一応最終的にこう19時30分にカップリングカード記入して、それで一番第一希望から第三希望ですねに番号を書いて、お互いが3倍何書いたらカップル成立ってところで、まあ、ゴール、まあ、無事そこでなんか前に出て表彰されて、バレンタインが近かったんでバレンタインのチョコをもらって皆さんで拍手ってやつなんですけど、実際その17時40分から19時30分、まあ、正確に言うと、8時半が終演なんで、実際と8時半までですね、間の時間があるんで、その間に、まあ、デートにさ、カップルになるのが一番いいのかもしれないんですけど、その間に、まあ、連絡先とか交換することは自由なんですよ。こうも話してて、カップルにならないで、まあ、カップにならないでって言い方が大きいですね。話してて盛り上がって、あ、今度じゃあ、例えば、いたのは確か釣りが好きな女性がいて、あ、釣り好きなんですね。山も登るんですね。で、僕らも結構釣り好きで、その女性はもう自分で捌けるだし、魚とかも。で、それで、あ、じゃあ今度行きましょうよ、釣りとか。で、今度山も登るんです。なんかこう、山菜取りながら、その、なんですね、なんか天ぷらセットって言うんですか、調理道具持っていって山頂でその取った山菜を天ぷらして食べましょうよとか、そういう話をした時に、あ、いいですね、なあ、じゃあ、今度誘うんで連絡先教えてくださいって言って連絡先交換するっていうのは結構あるんですよね。結構しました、連絡先交換、正直このフリータイム中で。で、まあ、パターンとしては結局なんでカップルになりたいかっていうことを考えると、そのことを連絡先交換が公式にできますよね、カップルになれば。まあ、もちろんそうなんですけど、だけどこのですね、カップリングカードで実際23組でしたかね、23組カップルできたんですよ、最終的に。150人中150組か、なんでさ、ただ150人の男性の中に23人カップル、だから130人ぐらいカップルできないんで、だから率でいくとだいたい 25%、 4分の1ぐらいですかね、4分の1ぐらいはカップルになってますっていうところになるんですけど、結局カップルになってない男前、カップルになってない人気女性っていうのは
もうここに上がりたくないってのがあると思うんです、特に男性は。なんでかっていうと、僕みたいにそうやって連絡先を聞いて、複数人ですね、複数人聞いて、で、カップルになってしまうと、結局いろんな人の聞いた連絡先ってのが、もう使えなくなっちゃうわけですよ。もう一人になっちゃうんで。だから、わざと、連絡先をたくさん聞いた人は、わざとカップルにならないで、終わった後に連絡を複数の人にするっていうのが結構あると思うんで、だから結構人気のあるとか男前の男性とかは一人に、それってどうしてもとんでもない美女とかがいたら手放さないと思いますけど、複数にいたら、正直この後、この婚活パーティーが終わった後に勝負かけるっていうのが結構あるんじゃないかな。まあ見てて、でもあれですよ、見てたらその結構見た目ルックス的に、言ったら美女と野獣ですよね。そんなかっこいい人が必ずしも可愛い人とカップになるとは限らないし、可愛い人のそのカップルの人は、なんでこの人がっていうのも結構ありますからね。そういう人は結構一途なんですよ。その見た目がちょっと、なんていうの、オタク系というか、ちょっとこの人アニメとか漫画が好きなのかなっていう人って、こういう場所でのその行動力っていうのはとんでもないんですよ、本当に。すごいんですよ。でもそういう人がやっぱこう、でも一番いいのは結局一途ですよ。一途に最初から女性に、アピールし続けて、最初にカップルになって、それでデートするのが一番いいやり方だと思うんで、ぜひともですね、好みの女性が見つかったら、まあタイミングとかいろんなのもあると思うんで、僕みたいにですね、複数の女性に連絡先聞いて、ね、その後でもう、誘ったりするっていうやり方は正直あんまりおすすめはしないですかね。印象が悪くなっちゃいますからね、結果的には。またあの人にも聞いてたでしょうっていうふうに、ね、女性よう見てますから。だからまあ、カップルを目指した方が、やっぱり印象としては、いいのかなって感じですかね。ということで、今回の、婚活イベントの、まあ、感想戦、僕は思った感想ですね。まあ、大体結構喋れたかなってとこですね。ただ、その、攻略法ってのはまた別にあると思うんですよ。こういう150対150に関して、まあ、カップルになるような、こう、意識の仕方とか、まあ、次のデートにつながるような、カップにならなくてもですね、連絡先の聞くタイミングとか聞き方とか、いろいろあると思うんで、まあ、そっちの方はまた、感想戦じゃなくて、まあ、ちょっと攻略編もちょっと収録してアップしたいかなと思ってるんで、攻略になるかどうかわかりませんけどね、そっちの方の動画も上げていきたいかなと思うんで、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。じゃあ今回の感想戦、ここら辺で終わりたいと思います。最後まで聞いていただいた方、本当にありがとうございます。もしよろしかったら、チャンネル登録していただいたら、またこういったですね、お得情報をですね、いち早く通知でゲットできると思うんで、ぜひ、こちらも登録していただければ嬉しいと思います。それでは今回の動画、感想戦はここで終わりたいと思います。それでは失礼いたします。バイバイ。